うございます。はい、皆さんメリークリスマス。メリークリスマス。早朝からお集まりをいただいてありがとうございます。今日は本当に25日クリスマスということで、お伝えした通り、ゴミを拾おうかと思ったらこんな雪になってしまってですね、ゴミが見つからないかもしれないんですが、それでもあるものを拾って、地元の人たちに綺麗な街をプレゼントするという趣旨で、今年も、開催させていただきます。大勢の皆さん集まっていただいてありがとうございます。本日の流れを説明しますが、この周辺、この、歩道とかこのロータリーとかをまず、見ていただいたり、駅前とかね、この辺を見ていただいたりして、西に進むとすぐによろず屋さんが今日温かいものを用意していただいているということなんで、まず、その歩道とかをね、両側に分かれて、歩道のゴミなどを見つけながらですね、よろず屋さんのところに差し掛かったら、よろず屋さんの方に寄っていただいて、温かいものをいただくと、西へ西へ進んで市役所まで行ったら、ゴミを集めて、感想をお聞きして記念撮影をして、それで早々に撤収するということで寒いですから。じゃあこれでスタートしましょう。じゃあ深く離れずな感じで、ただ一人になると死んじゃいますんで。そうですね、寒くなっちゃって条件悪いんですけど、ホワイトクリスマスって感じですかね。そうですね、雰囲気は抜群なんですけど、ゴミが集まるかどうかというところですけどね、やっぱりこの気持ちで臨んでもらうというか、見た目もこうなんで、それがアピールになって、ゴミのない街がこれからも続くといいなと思います。なるほど、はい、雪をかき上げて、いや、そうですね、なんとか、なんとか探し当てたいですね。そうですね、はい、ちょうど綺麗になったらいいんですけどね。あ、そうですね、またこれ雪溶けたらまた別にやります。なるほど、なるほど、はい、そういうことですかね。はい、ぜひ今日はこれから頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。おはようございます。今日はなんていう格好なんでしょうか。今日はですね、天使ですよ。天使で来ました。クリスマスですからね。そうですね、そうです、そうなんですよ。早速ですけど、何をされてるんでしょうか。はい、今日はですね、クリスマスゴミ拾いということで、はい、社の駅前をきれいにしようということで、はい、いろいろな、みんなね、サンタコス、あるいはツリーの人もいますね。なるほど。いろいろなそういうコスチュームをしながら街をきれいにするという活動を毎年やってます。これからスタートですが、これから、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。頑張ります。どうですか、ゴミありますか。ありました。ありました。これってやっぱ植え込みの中とかに、これまだ全然飲んでないオレンジジュース。もったいない。これは飲んだとか、タバコとか、多分雪がなければ、もうちょっとあるかもしれない。植え込みの中、こういうところの中、多分隠して投げたりして、はい、今日雪があるってことで、なかなか見つけづらいかもしれない。あ、そうですね、やっぱり皆さん隠して、やっぱりいけないことって分かって、はいはい、いや、そういうことですね。だから、あ、やっぱりこれ影。ああ、ちょっとね。これは何でしょう。みんな結構お酒を、ウイスキー、お酒をこうやってみんなほらで飲んで、はいはい、外で飲んでるんですかね。日本ですかね。やっぱ外でやるんですかね。外で飲んで。みんな集まるね。
きちゃったんだけど。マックマック。そうそうそう。あシルバーマック素晴らしいものだって。ありがとうございました。今日は朝早くから、はい、八代駅前から終点、千曲市役所、はい、ということで、はい、今終わりました、ありがとうございました。無事に戻ってこれました、なんとかあの朝の寒さもね少し緩んで、はい、太陽が出てきて、まあ、あの市役所に着く頃にはちょっと体も暖かくなって、無事に終わることができました。ありがとうございます。今日はいつもの場所と違う思考でしたが、どんな感じでしょう。そうですね、まあ、これでゴミが見えればもう少し拾えたのかなっていう気はするんですけれども、はい、どんな特徴があるんですか今年は。やはりその隠れた場所に置いてあるゴミを、はい、割とゴミ拾いを続けているベテラン参加者がよく見つけてくれて、はいはいはい、そんなにたくさん拾ったのっていうぐらい、たくさん拾ってきてくれました。まあ、日頃の、ね、生活のゴミではあるんですけれども、うん、案外たくさんあるなと。見た目と違ってよく見て歩いてみると、うん、この雪の中でもたくさん見つかるっていうことが驚きでした。あの割とアルコール系がね、はいはい、植え込みの中に置いてあって、まあ、あの歩いて駅を、ね、利用される方、アルコール飲まれる方もいるんですけれども、まあ、捨てる場所には気をつけていただくか、お持ち帰りいただくのがね本当はいいなと思います。なるほど、はい。まあ、我々もその反省をね、反省会でちょっと話をしたんですが、やはりゴミがあるからじゃあどうするんだ、であなたは拾う側なのか、放置して文句を言う側なのか、やっぱり皆さん自分は拾う側でいたいという気持ちでね今日参加してくれて、またこれで帰ったら、まあ、拾う側としてね、そんな姿を地域に、それぞれの地域に見せていくっていうことがみんな大事だなっていうことを分かっていてくれて嬉しかったなと思いました。まあ、1年に1回ということで、まあ、クリスマスゴミ拾いという、はい、そうですね、銘打って、はい、まあ、実行されたわけですけども、はい、まあ、今年、まあ、八代駅前をやった理由は何かあったんでしょうか。そうですね、まあ、特にどこでも良かったんですけれども、はいはいはい、まあ、候補地の中にあって、昨日24日の日に、クリスマスのね、おいおい、スタンプラリーとかそういったのがイベントがあったりしたので、ん、まあ、そんなゴミも期待できるなということと、まあ、八代駅前といえば千曲市の顔、大きな顔なので、まあ、そこがどんな状態なのかっていうのを見てみたいという気持ちもあって、うん、やはり歩くことでね、お店が開いてるじゃないですか、はい、2階がテナントさん入ってなくて開いてるとか、まあ、そういった今のその顔の状況をみんなに見てもらうために、まあ、ちょっと長距離歩いてもらったっていうのもあります。普段あまり歩いて通らない人にも、まあ、見てもらって、あ、こんなに空いてるんだな、じゃあもっと入ったら賑やかだなっていう気持ちをちょっとでもね共有できたらと思ってます。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、結構ね、細かいゴミがたくさんある。やっぱりタバコの吸い殻もちろん多いんですけど、そうです、まあ、レジ袋に入った、まあ、生活ゴミみたいなものとか、あとこれ飲み物、ね、瓶類ですね、はい、わあ、すごい大きい瓶がそのまま、素晴らしい、素晴らしいというかすごいですね。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
いきますよ、皆さん。メリークリスマス。